寝床でね、こっからね、出たがらないんですよ。寒いんで。ねえねえ、猫さん。猫さん、お願い。もうそろそろ起きてくださらない？ここちょっとさ、開けていただいて、開けさせてもらって、今ね、あげたいんですけど、いかがでしょうか、猫さん。ねえ。頼むよ。ねえ。どいて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 、どいて。いつもだったら噛むんだけどな。おかしいな。噛めへんな。ガーって。当分ね、出たくないそうです。はい。はい、皆さんおはようございます。X ヨッシーです。いつもご覧いただきまして、誠にありがとうございます。さて今日はですね、まだちょっとこうやって、玉がついておりますけども、アポロの収穫ができそうなんで、初収穫をね、しようかと思います。はい。まあね、これかなりね、もう黄色くて、まあ自然落下した方が美味しいと思うんですよね。もう食べられると思うんですよ。はい。アポロの方は若干風味がね、やっぱりいいんで、あ、これ取れましたね。こっち下の方がね、スコンと取れました。今これやってね、はい。それをね、収穫してレポートをさせていただこうと思います。マンモスのようにこうたわわに実ったわけではありませんけどね、バッファローも今年は頑張ってくれました。でフェイジアの方ですけどね、ちょっと ご存知ない方もいらっしゃいまして、まあ、初めての方もいらっしゃると思いますけども、簡単にね、また行ってるんかっていうおっしゃらないでちょっと聞いといていただいたら、初めての方にね、言っておきますけども、ニュージーランドで、主に育てられているような果実です。あっちの方ではかなりね、栽培されてまして、ジャムとか生で食べたりスーパーに出てたりとかしてるんですよ。ですから日本ではですね、他のね、おそらく果物がですね、かなり優勢で、ブドウとか梨とかね、すごくね、桃とかね、そういうところに押され気味なんでしょうね。でまた実が小さいんで、おそらく生産ベースにね、本当に乗るかどうかいうのもね、農家さんのね、一つのね、課題なんかなというのを思います。まあ、そうでもある程度育てて、ネットなんかで販売されてるね、農家さんもありますんで、欲しい方はね、それでね、食べたらいいかなと思うんですけど、まあ、スーパーなんかではね、出てこないですね。道の駅にはね、時々ね、売ってますけどね、産地でね、売ってますけどね、スーパーには出てこないです、あんまり。だから一般的ではないです。だから馴染みなくてですね、初めて聞きましたというふうにね、おっしゃる方もね、多いんだと思います。味わいはね、梨のような味なんですけども、香りがすごく高くて、いい香りがするんですね。その辺はね、ちょっとブドウに似ててね、ブドウとね、梨をね、いいところをね、ミックスしたような味だから、そういう面ではね、かなりね、ファンも多いんですよ。はい。まあ、いつも言いますね。実が小さいんでね、食べるところが少なくて、あんまり庭木では、もう10年選手ぐらいにならないとたくさんできないんで、そういう面から言いましたらね、やっぱり、イチジクとかね、ブドウを育てた方がいいかなというのはね、それは私もそうやって実感しております。果樹の方のですね、トピックなんですけども、ビワの湯川がですね、もうまた花芽をつけてきております。今10月の末なんですけどね、もうこういう風な感じですね、次の準備をね、してるというような感じなんですね。で、ビワの栽培家さんのサイトをね、ゴイチさんでしたかね、有名なね、長崎の栽培家さん頑張っておられるんですけども、もう11月になったらね、花芽のね、摘果、こう羽の摘んでですね、成形するっていうのをおっしゃってましたね。はい。まあ、それは、プロの方でね、なさってるから、そうなんだろうと思うんですけどね、確実なんだと思いますけど、たくさんね、プロの方、たくさん実らせておられて、それはもう商業ベースなんで、じゃないですか。ところが、家庭栽培の時にね、毎日まあ、確かにこれ、こうにしましたところでね、実りが少なくなったら、またこれも悲しいんで、その辺はね、全部じゃなくてね、ちょっとね、比較対象してみたいと思うんですよ。
その辺、まあ、おそらくプロでおられますから、正しいと思うんですけどね。ですけど、その辺がね、ちょっとね、わからないところがありますんでね。ともかくね、真似する、何でも全部真似する前に、自分でも一遍検証してみるって。それがね、必要じゃないかというふうには、思っております。昨年の、花開花ですね、した例から言いまして、思い出してたんですけどね。先にね、こっちの低い方がまず咲きました。で、上の方は12月からかな、なっても咲いてました。で、実がどっちが大きくなったかというと、やはり下の方で栄養がすぐに回りやすい分が大きくなりましたんで、まあ、この辺ですよね。こっちの方はどこでまあ花芽をね、こうね、摘むかというところなんですけど、こっちの方は大きくなるからなんですね。あっちの方をね、先にやった方が栄養がね、こう、上に行ってもね、分散せん、そこで止まっちゃって、実が大きくなるんではないかと。で、下の方は放っておいてもきっと実が大きくなるんで、ある程度大きくなったらね、摘果しちゃったらいいかなと。だからそういうね、ロジックで一遍やってみようかと思います。いかがでしょうか。はい、今日もね、たくさんの方にご覧いただきまして、誠にありがとうございました。今日はこの辺で失礼いたします。また、皆さんとね、このチャンネルでお会いいたしましょう。まだの方は、ぜひ、チャンネル登録をお願いいたします。では、ごきげんよう。さようなら。